おはようございます。5月13日の朝5時になりますけども、もう勘弁しなちくですね。まあ混迷を極めてきたなというふうな形で、昨日私がね、どうにもこうにも今週はチャンスがなかなかエントリーのチャンスがないというふうなことをねお話しして、昨日の相場解説を終えたんですけども、やっぱりその通りでしたね。エントリーしてもまるでいいことがないんで、ここはねぐっとこらえて今週は見とくしかないかなというふうに思っております。まあ何が起こったのか、これからちょっとお話ししますんで、デイリーの方からどうぞ。こちらデイリーなんですけども、デイリーを見るとね、そんな大きな動きはないように感じます。こういうふうに上がってきて、でコブを作って、ここでもう一回上の方に跳ねているってことなんで、これだけ見ると全体的にはね、右肩上がりを形成してるというふうに見えるんですよ。もちろんヘッド&ショルダー、他大きな下落っていうのはもうこれでね、ちょっと一旦は考えられないかなと思います。じゃあ次の時間軸、4時間見てみますよ。昨日起こったのはね、この大きな陽線が突然として出てきたわけですよ。いやこれはね、どちらかというと売り目線の方に行くのかなと思ってるところもあって、いや上にこういうふうな大きな陽線を出してくるとはね。これ2本の陽線がありますけども、実質的にはこれ1本なんですよね。これはすごいなと思いますね。だからこれからどう動くかなんていうことはちょっととてもお話できません。これ1時間ですけども、寝てる間にこんなものがビューッと出てるわけですからね、不可解としか言いようがありません。なんかこう材料あったんですかね、昨日はね。考えられないな。12日でしょ、ちょっとわかんないですね。まあというようなね、なんとも頼りない相場解説になりましたけども、まあでも本当こう 手も足も出ない時ってあるわけですよ。まあその時は、まあ、相場を離れてね、別のことでリフレッシュした方がいいと思いますし、これ昨日もお話ししましたけども、ここでエントリーして勝率は低いわけですよ。で実際こんな陽線なんてことはもう全然思いつかなかったんですよね。でかい陰線が出るのならまだしもですよ。だからまあ難しいもんだなっていうところが一つで、仮にこれ取れたとしても、ここまでの上昇を、この陽線をね、根拠を持ってお話しすることは私のレベルではまだできませんので、これ取れたとしてもね、偶然なんで再現性ないんですよ。で逆に変な自信つけちゃう分だけ有害になりますんで、まあエントリーを控えておいてよかったかなと思います。当然ですけども、今日もエントリーしないですし、明日も多分しないでしょう。今後どうするかってことを考えるために、注意深く相場の方をね見ていこうかと思いますけども、ちょっと普段と違って、ちょっと一日リフレッシュするために、この相場解説終わった後、私はね明日の朝まで見ないようにします。まあ変な先人がいっぱい入っちゃいますんでね。その代わり暗号通貨の方を見ていきます。暗号通貨はね、やっぱこう簡単な部分っていうのは買って置いとくだけなん でイーサリアムなんてぐんぐん伸びてるでしょ。でイーサリアムを、まあ、20万円超えない時に、18万5千とか19万うろうろしてる時にね、しっかり買っておきましょうっていうふうに申し上げてたのが本当に懐かしいなと思いますけど、あれ今年のことですからね。あそこから倍以上の価格つけてきて、でまあそろそろ話もいいかなと思ったんで、昨日動画撮りましたけども、100万とかね、100万まではまあ7月あたりに行くような気がするんですよ。まあそっからですよね。200万に行くかどうかは、これちょっとデマとも言えるような材料がありますので、そのデマを当てにするか、その中から整合性の取れた事実だと思えそうなものを拾っていくかですよね。まあ、ちょっと暗号通貨別のテーマでお話しますんで、今日はこんなところですか。FX につきましては、ちょっと今週はね、手も足も出ないということで、もう白旗宣言をさせていただきます。これは非常に難しい予測外。というのは今までの私の学習には入ってないんでね。だからここはちょっと次へのステップ、もしくはもうこういうところまで取っていかなくてもいいかなと。普段当たり前に取れることは当たり前に取っていけばいいかなってことですね。まあそっちでしょうね、きっとね。めったに起きないことを想定するのは非常にコストパフォーマンス悪いと思いますので、普段通りの相場解説に努めようと思います。とりあえず1日ちょっと休憩します。じゃあ失礼します。